私の気持ち受け取りなさい。そうだけど、すごく手の込んだケーキだね。それに、可愛くてとっても綺麗。お店でもこんなの見たことないよ。しかもこれ、ステージだよね。人形の私たちが一緒にステージに立ってるよ。みのりったら、ちょっと落ち着いて。みのりちゃんたち、楽しそうに踊ってるわね。うん、びっくりしちゃうよね。こんなすごいサプライズ、ステージでもなかなかできないだろうな。さすがのカイト君でも、この感動を再現するのは難しそうだね。もしかしてこれって、アイリの手作り？ええ、もちろん。今日はバレンタインでしょ？みんなに美味しいお菓子を食べてもらいたいと思ったの。丸一日かけて今日のために作ったんだから、たっぷり味わって食べてほしいわ。でもこんなにすごいケーキだと、ファンのみんなにも食べさせてあげたいくらいだよ。ありがとう。でもこれは祈りたちのために作ったんだから、そういうのはまた今度にしましょう。うん、全力で味わわせてもらいます。それにしても、本当に素敵なケーキね。アイドルをしていると、贈り物をもらう機会も多いけど、だからこそ、心がこもってることがよーくわかるわ。そうだね。アイリー、ありがとう。こんなに素敵なバレンタイン、初めてだよ。ええ、どういたしまして。さすがアイリちゃんね。本当にびっくりだわ。ん？そういう割にはなんか思ったより驚いてないじゃない。もしかして予想してたわけ？そんなことないわ、すっごくびっくりよ。なんだか嘘っぽいけど、まあいいわ。最後にもう一個サプライズ。もう一個？あれ？まだ用意してくれてたの？実はそうなの。それはね、これよ。わあ、私たちの人形だ。すごーい。わあ、本当にすごいわね。ほら、みんなそっくりだな。衣装もこだわって作ってるのがわかるね。このまま動き出しそうだよ。喜んでもらえたみたいでよかったわ。でもアイリちゃん、私がお邪魔した時にはこんなのなかったよね。実はこっそり作ってたのよ。世界のみんなにもバレンタインのステージに来てほしかったからね。さあ並べていくわよ。まずはリンから。ミクちゃん、ミ、メンに、ムコちゃん、メイちゃんと、カイトくん。ステージが一気に賑やかになったね。みんなでライブをしているみたいだね。私たちの分まで作ってくれるなんて、アイリちゃん、ありがとう。とっても楽しそうだ。僕もこのステージに参加させてもらえて嬉しいよ。素敵ね。たくさんの人が喜んでくれそうな夢のステージだわ。うん、いつかこんなステージに本当に立ってみたいと思っちゃうね。みんな一緒で楽しくないはずがないもんね。ええ、いろいろ大変だったけど、最高のバレンタインにできてよかったわ。アイリちゃんのおかげよ。本当に素敵なバレンタインだわ。みんなをこんなに幸せにできるだなんて、さすがアイリちゃんね。
これくらい当然よ。だって私はアイドルで